きつい。白石峠来てます。こんなきつかったっけ。もう白石峠は僕のヒルクライム原点です。いやきつい。きついけど極楽寺よりもなんかシャドウがなくて漕ぎやすいような気がします。おはようございます。埼玉4日目です。今日は自転車仲間のポールさん と、広島の極楽寺こと白石峠に今から行きます。今ね、コメダが集合場所なんで今そこまで向かってます。ちょっと道迷った道迷った、それで、白石峠の看板のとこまで車で行って、で白石峠登りましたっていうのを撮るんじゃなくて、白石峠の近くまで車で、今日乗せてもらって、そこからヒルクライムバトルします。バトルポールさんとの多分5年ぶり、もう何年か覚えてないけど、でも当分会ってないのですごい楽しみです。ポールさんがどんな人かというと、もともとはグランピーのお客さんで、ストラグラーとかサーリーの自転車を買っていただいて、それからのなんか個人的な付き合いがあって、広島に来てもらって一緒になんかライドしたりとか、なんかそういうのがまだ今なん続いてて、で今回僕がたまたま埼玉に来るということで、近いのでじゃあ一緒に走りましょうということで、今回休みをちゃんと取ってもらって、それでサイクリングすることになりました。念願。来年は僕は富士ヒルクライム出ようと思うので、そこでね一応、バトルしようと思います。今僕はカーボンロードバイクをオーダーしているので、それで来年は、それか、パナソニックか、それで挑もうと思います。きつい。白石峠来てます。こんなきつかったっけ。もう白石峠は僕のヒルクライム原点です。いやきつい。きついけど極楽寺よりもなんかシャドウがなくて漕ぎやすいような気がします。ここ埼玉の、白石峠は、広島でいうと極楽山と同じような感じです。久しぶりにヒルクライムしたらもう体ができてなくて、あと今回700の 30C で走ってます。やっぱタイヤはヒルクライムするんだったら多分 28C ぐらいの方がいいかも。なんか接地面の重さをちょっと感じるっていうか、言い訳だけど、なんかねそんな感じしました。でもヒルクライムするっていうことは今度下らなきゃいけないんで、そのことを考えたらやっぱり 30C、32C ぐらいはいるかなと思います。もし本気タイムとか競うんだったらもう 25C とか 28C ですけど、僕みたいにただ達成感を求めるために登って下りを楽しみたい人は多分、30C か 32C がいいかも。しかもスリックだよね。こんなきつかったっけ。
多分今日が10月11日ですね。多分ね、気温が19度か今20度ぐらいです。やっぱね、今運動強度高めで走ってるんで、半袖とショーツで OK。 多分下りが寒いと思うので、今日ウィンドジャケット持ってきたんで、下りはジャケット着て下ります。今回からセブンメッシュのカーゴショーツ履いてますけど、このカーゴの部分にマスク入れれるからめちゃくちゃ便利、買ってよかった。でもきつい。すげえ楽しそう。いや、でも僕ちょっと怖くて無理っすね。羨ましい。念願の白石峠来ました。タイムが多分25分ぐらいです、僕の中で。でも実際多分43分とか45分ぐらいだと思います。全然やっぱり8年ぶりに来てルート覚えてなかったんで、ちょっと分かんなかったですけど、パラグライダー見えた瞬間に猛ダッシュできました。今日はポールさんのアテンドで試合してます。白石峠の展望台に来ました。初めて来た。さすがに上寒かったんで、ウィンドジャケット着てます。この下に、自販機とかあるんで、今からそこに行きます。めちゃくちゃ楽しい。やっぱね、下り最高。
チェーン汚っ。いやお疲れ様です。さっきポールさんに近くのコンビニまで送ってもらって解散しました。めっちゃ楽しかったです。距離50キロぐらいで多分、ね、獲得が800か900ぐらいでしょう。今回のルートめちゃくちゃ良かったので、また埼玉来て走る機会があったら行ってみようかなと思います。まあ、あと埼玉住んでる人はぜひ行ってみてください。って言ってももうこれから、今今日10月でしょ？11月になって寒いと思うんで、やっぱ5月から10月ぐらいのシーズンがおすすめだと思います。まあ、今回行った白石峠がやっぱ僕のそのヒルクライムの原点だと思うので、またいつか挑戦してみます。明日は千葉のドーナツ屋さんに行きます。はい、じゃあお疲れ様でした。